どうもこんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日の動画は初めての試み。はい、今日はですね、ひたすらに自月予告をねご紹介していくという動画でございます。私いつもこんだけ雑誌を購入しているのですが、意外と思ったより少ない気するね。まあムックとかも買ってるんでね、あれですけど、雑誌だけで言うとこんな感じやねんね。まあこちらが全て2月号なわけですよ。これ撮影日が1月15日なんですけど、だいたいそのあたりに素敵なあの人が発売されるわけですよ。でぐるーっとね行きまして、2月の十何日ぐらいにだいたいスイート美人百花会が来るんですよ。でこっからここまでが1ヶ月分みたいな感じなんですね。雑誌って3月号として発売される雑誌の全ての自月予告ですね。それと、まあ、その期間に発売されるムック本、まあムック本に関しては急に追加されたりするから、急に発売が決まったりとか、逆に発売日が延期されたりとか、いろいろあるんですけど、まあ一応こういうのが発売されますよっていうご参考にねしていただけたらと思います。まあ、それをだからぐるっと全部まとめた動画をお届けいたします。なのでいつもご覧いただいている方からしたら被ってる内容もあるかもしれないんですけど、まあ、改めて見直すということと、あとムック本どんなが発売されるんかなとかいうのをご覧いただけたらなと思います。まあ、物についてくる付録であったりとかムックであったりとかっていうのはほぼほぼ全て私購入して、このチャンネルで実際買ってみたよっていうのもご紹介しておりますので、よろしければそちらも合わせてご覧いただけたらと思います。ほんではね、ここからはねノンストップでございます。ほんではスタート。やっちゃうね。これね、撮影日がね、先ほども言いました、1月15日なわけですよ。ほんならね、もうこれ新しいの出てるの。なんですけど、3月号っていうくくりなんで、ちょっとこういう形でご紹介させていただきます。こちらでございますね。素敵なあの人3月号。まあ、1月16日発売となっておりまして、詳しくはね、別の動画でご紹介しておりますので、よろしければそちらご覧ください。3月号は1月20日発売となっておりまして、まあ、なのでこちらもね、関西は多分19日とか18日とかその辺に店頭に並ぶと思うんですけども、一部地域の皆さんっていうのはちょっと遅い可能性もございます。こちらがまず通常版で、ムーミン、タマンサモスモス、ムーミンナギの仲間たちのポーチ&ネームプレート3点セットっていうのがついてくるみたい。こちらがですね、セブン限定バージョンでございますよ。こちらも1月20日、まあ、前後ですね、発売となっておりまして、ウッド調がおしゃれなムーミンハウス型置き時計っていうのがついてくるみたい。はい、続きましてラバーバ3月号でございます。こちらはなんかあの手続きに1回とか出るやつじゃなかろうかと思うんですけど、ですね、付録がアズナワーズオーラか、もう言われへんねニュアンスカラー&グリッターカラーネイル8本セットっていうのがついてくるみたい。なんかあの付録に困ったらネイルがつくよね、割とね。ただまあ乾きがどうなのか、今回に関してはなんかネイルが他の雑誌も多分付録でついてきたんじゃなかろうかと思うんですけど、ほんまね、乾きをねとりあえず徹底的にね、徹底的にってことはないけど付録、まあ乾きがもう全てでしょう、ネイルは。なんかまあその辺もちょっと検証していこうかなと思いますよ。はい、でアンドロージーさんとね、アンドロージーこちらは2月号ですけども、まあ、1月20日とかそのあたりまではこちらが売ってると思います。アンドロージーウカコラボ銀閣ネイルカラーというのがついてきてました。これ良かったんけどね、ただねちょっと乾きがねあんまりよろしくなくて、私はそこまでおすすめとは言わなかったんだけども、あとメルビータベストセラーお試しセットっていうね、これすごいいい香りでございました。アンドロージーの3月号にこちらはなります。まあ、1月22日前後発売ですね。まあ、地域によるので、付録がですね、アディクション4点セットっていうのがついてくるみたいです。で、まずですね、マルチポケットトートバッグ、このね、アディクションのこのトートバッグがついてくると。まあ、大きさがどのくらいなのかっていうあたりでございますね。なんかね、いろいろポケットついてるんだよね。だからなんか、あの、メイク道具をどうこうっていうんじゃなくって、ほんま普通のトートとして使う、大きめじゃなかろうかと思うんですけども。はい、そしてこちらですね、オイルクレンジング、で、プライマー、あとファンデーション。まあ、こちらのセットがアンドロージーさんの3月号の付録となっております。なかなかね、まあ、黒のトートやったら使いやすいかなと思うんですけど、素材感がどんな感じかっていうあたりとかね、また詳しく見ていこうと思いますよ。はい、続きましてこちらマキア3月号も1月22日発売となっておりまして、んとね、スックの新リップ3色あとトライアングルリップポーチっていうのがついてくるみたい。 あとなんかいろいろあるわ、イブサンローランの美容液であったりとか、あとランコムのファンデーション&スポンジとかね、その辺もついてくるようです。あとイブサンローランランコム、まあこの辺も、まあ試供品ではあるけども、やけどこのス
ックのなんかリップのトライアルサイズが試せるっていうことなんですけど、どういうね、どういう形状でついてくるか分からへんねんけど、ただリップが3本入るトライアングルポーチっていうのがついてくるわけよ。ほんならワンチャンね、このちっちゃいサイズ、あの普通で使うさリップスティックがこのぐらいとしたら、もうちょっとちっちゃめサイズのやつがついてくるかもしれへんねんね。そうするとスックのリップってちょっと今調べたんですけど5500円ぐらいするわけよ。それの新色3つのまあトライアルサイズっていうか、まあちっちゃいサイズやとしてもついてくるんやったら割とお得じゃなかろうかと思います。ただこれね、雑誌発売ってなってみないと割とちょっと金額がねちゃんと出てこなかったりするので、間違いの元になるので、あの確実な情報だけ書いときますね。あの雑誌のお値段とかあとサイズとかそういうのはちょっと省かしていただいて概要欄は書かせていただくんですけど、なんでマキアさんはいつも690円とかなんですよ。いつもやっぱそれでいろいろついてくるんやったら割とお得じゃなかろうかと思うところでございますよ。はい、続きましてこちら、ちょっと画像が続くけどね、ボージ3月号も1月22日あたりですね、前後ですね、発売となっておりまして、付録がですね、なんか面白いな春の綺麗磨き付録ボックスということで、くびれるリップ枕、これまあね、あの背中、腰とか首とかに敷いたらええんかなっていう、なんか素材感が良ければね、なんかデザイン的には可愛いかなと思うんですけども、あとですね、出たランコムジェニフィック、また来ました。私ランコムさんのあの試供品だらけになるのかな、うちなあとですね、ミノンアミノモイストっていうののマスクとですね、メイク落としとかさ、化粧水とかさ、まあその辺のなんか全てのマルットセットみたいなやつがついてくるみたいです。まあ、ボーチさんもね安めな感じなんですけど、だから美容雑誌でちょっと高めなのはアンドロージーさんだけかなと思うんですけど、アンドロージーさんはでも物の付録がごっついのが毎回ついてくるから、まあ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 そこはねというあたりではあるんですけど、美容雑誌はね割となのでリーズナブルでございます。はい、続きまして美的3月号でございます。美的さんに関しては付録違いで2冊出るんだって。美的3月号は1月22日発売となっておりまして、付録はこんな感じ。これがまあ一パターン目でございますね。神崎めぐみさんとお読みするのかな、監修のビリップ妖精ブラシ、なんか1本で二刀流なんだって。リップブラシとあと仕上げのスポンジがなんか両方ついてるよっていう感じのブラシが付録でついてくると。あとですね、折り込みでオルフェスの夜用ジェルマスクっていうのもついてくるみたい。続きましてこちら、同じ美的さんなんですけども、こちらも1月22日発売となっておりまして、付録違い版らしいわ。なんか普通に本屋さんとかそういうところで売ってるバージョンみたいなんですけど、付録がですね、ロクシタンイモーテルオイルプラスセラムっていうのがついてくるみたい。なんかロクシタンの新しいやつだろうかね。まあロクシタンも割とね人気ですからね、まあそんなんでちょっと試してみたらどうかなって。でもね、お試しばっかり多くてもね、もうどれがどれやらね、私からしたらもう訳が分からなくなってくるんですけども。でもう一つの付録がまたこちらも折り込みで、オルフェスの夜用ジェルマスクもついてくるみたいです。はい、でこちらスプリング3月号でございます。まあ1月23日前後ですね、発売となっておりまして、付録がですね、通常バージョン、セブンイレブン限定バージョンとございまして、通常バージョンからもう一回行くね、ごめんね、ちょっと2回見た人からしたらさ、もう見たでーっていう感じありありやと思うんですけども、ピエール・マル・コリーニ、2回目やのに言われへん、船型トートバッグ&ポーチっていうのがついてくるみたい。こちらが通常バージョンでございます。なんかさ、何気に外ポケがついてたりさ、この黒いラインは外ポケなんでございますね。こんな感じなんだよね。ほんでなんかこういうチャームがついてたりと、割とシックだけど可愛らしいトートバッグではないかなという感じですね。サイズ感がどんな感じか気になるところで、こちらがセブンイレブン限定バージョンとなっております。こちらもバッグとチャームのセットみたいな感じなんですけども、こちらはスクエアトートバッグ&ハート型ポーチということで、バッグがスクエア型なんだよね。この船型とスクエア型、まあ好きな形で持っていただけたらみたいな感じのトートなんですけど、これもねサイズ感によりけり、なんかめちゃめちゃ小さかったらちょっとどうかなと思うんですけど、まあ、あのランチボックスも綺麗に収納みたいな感じで書いてあるので、まあ、そんなにでかくはないのかな、ランチボックスサイズなのかなと予想するところではございますが、こちらに関してはちょっとサイズが気になるところでございますね。で続きましてこちら、ゼクシー3月号でございます。こちらも1月23日発売となっておりまして、これさ、ポール&ジョーさんのさ、これ可愛いよねって前言ってたと思うんですけど、重いね、ちょっと待って重いねまあ皆さんね、購入ためらわれるナンバーワンゼクシーさんでございますよ。ポール&ジョー家計管理マルチケースっていうのがついてくるみたいで、カードも硬貨も通帳も全
全部入っちゃう1ヶ月のお金を週ごとに分けられるゴジャバラ仕様っていうことで、なんかいつものお金仕分け6ケツバインダーみたいな感じじゃなくって、ゴジャバラにね、なんかジャバラがついてる感じのケースだと思われます。たださ、このさ、ポール&ジョーさんのさ、このお花柄、このお花柄のさ、前ムックあってんけど、それはすげービニール臭がってんやんか。まあ、ちょっと残念ではございますが、まあ、素材感はね、これ全然違うと思うので、柄は可愛かってん、柄は、まあ、その柄になっておりますのでね、とても可愛らしいのではなかろうかと思いますよ。まあ、ゼクシーさんは本当お安いのでね、ちょっと購入しにくいっていう皆さんのねお声は非常にね、まあ私 も痛いほどわかりますよ。もういろんな店で買うてますからね、ゼクシー、かれこれ1年半ぐらい買うてますからね。とお安くて良き付録がついてくることが多いので、まあまあいいんじゃなかろうかと思うところでございますよ。続きましてこちらムックなんですけど、1月23日発売のムック本で、これさ、ごめん、なんて読むの、リセンティアでやってる、もうね、わからん、読み方がわからん、申し訳ないんですけども、のバックブック、まあ、ムック本でございますね。トートバッグがついてくるみたいで、いやこの柄さ、見たことあるというか、よくお店で置いてるのも見たことあるし、ムック本でついてくるんやったらまあ男かなと、ムック本感はないよね言うて、でなんかこのように裏地がついてたりとかするみたいなので、またこちらも購入してね、ご紹介していこうかなと思いますよ。はい、続きましてこちらもね1月23日発売となっておりまして、もう読み方が難しい、英楽屋細辻伊兵商店さんでございますね、のガマ口バッグとなっておりまして、なんかさ、すっごいなんかこう由緒正しきお店らしいよね、なんかね、なかなか可愛らしいガマ口バッグではなかろうかと思いますよ。はい、続きましてこちらファイバックブック、まあこちらもちょっとねムックが続いておりますけども、ショルダーバッグがついてくるみたい。なんかこの柄はさ、見たことあるんだけども、私ね、ブランドほんま疎いんですよ。ただなんか素材感が良さげですよね、なんかね、普通のバッグみたいじゃない？ムックじゃないよね。なんかこの素材感は初めてじゃない？なんかビトン的なさ、こう塩化ビニールなのかなと合皮の組み合わせみたいな。すごいブランドバッグ感がすごい強いよね。ムックのクオリティがね、もうだんだん上がってくると思うわ。こちら1月23日発売になるので、また購入してどんな感じかお伝えしていこうと思いますよ。はい、続きましてこちら、レプシムでやってる、もう読み方がわからんブランドの、難しいわ。超軽量キルティングバックブックということで、キルティングバッグがついてくるんだって、まあ、こちらももちろんムックボーンでございますね。あ、なるほど、なんか分かれへんけど、ボックスティッシュが詰め替えられるティッシュボックスがついてくねんで、カバンの中にティッシュケースがそのまんまね、はめ込めるという。なんかさ、ちっちゃい携帯用のティッシュやったらもうちょっと物足りひんねんっていう方には、このティッシュボックスは非常に魅力的ではなかろうか。なかなか新しい試みでございますね。ボックスティッシュを入れれるティッシュケース付きということでございます。なんかこう明るい系の色は可愛らしいよね。はい、続きましてメンズもいっちゃうスマートさん、こちらは2月号でございます。で、付録がですね、カルバンクラインさんのね、この柿のケースやってんけど、これもこれもね、紐がね、ちょっとブラセンっぽかったんですよね。すげえ細いのよ、そのぐらい細いのよ。カルバンクラインジーンズさんが好きな方はええんじゃなかろうかという付録でございまして、でこっちがセブンイレブン限定バージョンなんですけど、このポーチはね、割とすごい良かった、薄いみたいな感じでございましたよ。こんな感じの付録が2月号なんですが、はい、こちらがスマート3月号の付録でございます。スマート3月号は1月25日発売となっておりまして、付録がですね、なんかね、多分やけど、こっちが通常版で、こっちが増刊版やと思うねんね。こっちにほら、3月号増刊版ってこっち書いてあるから、こっちに通常版って書いてないんやけど、多分そういうことかなといい。多分そういうことかなという感じでございますよ。増刊号、増刊版に関しては、セブンイレブン限定商品となっておりまして、これ何台？何台という感じなんですけど、エヴァンゲリオンキャラクターポーチセットっていうことです。これがなんかポーチになってるんだよね。この柄のなんかポーチ厚みがあるんだと思うんだが、どういう形状のものなのかと。これこそね、ちょっと付録動画見てから購入された方が良きなのではなかろうかという感じの付録でございますよ。こんな感じ。はい、続きましてまたもやムックだよ。こちらムック本ってさ、そう考えたらすごいいっぱい出てるでしょ。だから私、雑誌買ってんのはこんだけなんですけど、ムック本でさらに増えてるから、数えたことないけど、えげつない量買ってると思う毎月。はい、こちらはですね、ハリーポッタートランク風ショルダーバッグブックっていうのがついてくるみたい。前にね、ハリポタさんでっかいやつあったんですよ。でそれのね、ショルダーバージョンということで、もうハリポタさん好きにはもう間違いないでしょっていうあたりなんですけど、なんか布なんですよね、表面が。今回ショルダーなので、ちっちゃいバッグにねした方がいいと思う。布素材はやっぱシワ感が目立つから、大きすぎるとね、まあ、このぐらいのサイズ感でまあちょうどええんじゃなかろうかと私的には思いました。ちょっとまだ見てないけどね、また購入してね、随時こうお伝えしていけたらと
思っております。はい、続きまして、同じく1月27日発売のムック本、こちらになっております。はい、ワンアフターアナザーナイスクラップさんのキルティングバックブックということで、これ可愛くないですか。なんかこのベージュのキルティングバックなんですよね。なんかリボンみたいなついてるんよね。え、リボンなの。いや可愛いけど、なんかこのベージュのキルティングのまあまあおとなしいショルダーでさ、まあ何にでも合う気はするよね。なんかベージュってちょっとおとなしすぎるやんと思うかもしれないけど、ベージュオンベージュみたいな感じで持っても可愛らしいんじゃなかろうかとちょっと思いました。はい、続きまして1月27日ムック本、続くね続くね。はい、こちら LOL サプライズで合ってる、読み方合ってる、とりあえずスペシャルブックということで、こちらはもちろんムック本でございます。いや派手だわ。派手なんだけど、世界中で大ヒット、タカラトミーの LOL サプライズ、日本初の公式ブックなんだって。なんかそういう可愛いアニメがあるのね。多分それの公式ブックについてくるバッグっていう感じなんかな。なるほどね。もう分からんことだらけやわ言うて。はい、続きましてグローでございますよ。雑誌に戻ってまいった。こちら毎月28日前後発売となっておりますので、28日まではですね、こちらの付録が発売されております。バイズのマナーバッグとですね、セブンイレブン限定バージョンのこのローラーね、これ割と私気に入りましたけどもね。ワンローラーいいですよ。はい、グロー3月号、こちらが付録になりまして、通常版セブンイレブン限定バージョンとなっておりまして、こちらが通常版になっております。付録がですね、ピエール・マルコリーニさん、さっきもあったよね、ピエール・マルコリーニさんのショッピングバッグっていうのがついてくるみたい。こちらが通常バージョン、本屋さんとかコンビニとか、まあ両方で売ってますよっていうグローさんのバージョンでございます。ショッピングバッグなんで、こういう感じでね、あのカゴに入れちゃう系の、こういう大きいトートではなかろうかと予想するんですけどね。上にだって巾着ついてるもんね、絶対でかい系やんね。でもってセブンイレブン限定バージョンがこちら、こちらも1月28日発売となっておりまして、ピエール・マルコリーニのチョコレートポーチ&付箋メモセットっていうのがついてくるみたい。このね、これなんかエヴァさんもこんな感じのポーチなんだろうか、こういう形なんかね。このクラッカーはね、こんな感じになってね、チャックがね裏についてるような感じの、ちょっと素材合皮っぽいんですけど、こういう感じのポーチと、あとチョコレートのねこの付箋がセットになってんのがセブンイレブン限定バージョンでございます。フロー3月号はこのような付録になっておるよ。はい、じゃあもっと大人ミューズさんでございますね。こちらも毎月28日前後発売となっておりますので、こちら通常バージョン、こちらセブンイレブン限定バージョンということで、1月28日前後それぐらいまではこれが販売されてると思います。はい、こちらでございますよ。私これすごい一番ね楽しみにしてるんですけども、大人ミューズ3月号も1月28日発売となっておりまして、通常バージョン、セブンイレブンバージョンがございまして、通常バージョンからいきますね。バンヤードストームの立体ポケット付きトートバッグっていうのが通常バージョンでついてくるみたい。バンヤードストームさんね、可愛いよね。なんかね、素材感は多分キャンバスかなという感じなんですけど、私前にムックで持ってたんですけどね、またちょっと形は違うんですが、ちっちゃいトートで斜め掛けみたいなムック本を持ってたんですけど、それとねまた素材感を比べていこうかなと。ただね、それ私使い苦しとるんでね、ちょっと比較対象で出すのはちょっとお恥ずかしいところもあるんですが、まあ、素材感的にどんな感じかということですね。はい、こちらがセブンイレブン限定バージョンとなっておりまして、バイン&ストームのお財布機能付きショルダーということで、お財布機能付きやからさ、これワンちゃん割とさ、ちっちゃめなのかな、割と大きめのショルダーバッグなんかなと思ったんですけど、ちっこめっぽいね。なんかあの携帯ぐらいは入るけど、お財布として使えるショルダーなんかもしれへんね。こっちがセブンイレブン限定バージョンとなっております。1月28日発売、大人ミューズさんでございました。これ割とね私気に入ってますよ。あとモアさんでございますね。3月号はこちら、1月28日に発売になりまして、エトボス春に嬉しい3点セットっていうのがついてくるみたい。この3点セットプラスティッシュポーチみたいな感じで、最人気のクリーム&ソープ、あと新商品の BB クリームとティッシュポーチがねセットになった、このような付録になっておりますよ。こちらモアさんでございますね。はい、続きましてこちら Wiz 3月号は1月28日に発売になるんですけど、こちらはねあの増刊版やね。あのもしかしたら付録ついてる版ついてない版って選べて、増刊版が付録ついてる版とかそういうことかもしれないんですけど、ふくらはぎシェイパーロングっていうのがついてくるみたい。いやさ、思うんすけど、最近足太すぎてね、これむくんどんかなと思って押してみたんですよ。あのさ、むくみがひどいと押しても戻らへんのよね。でこう押してみたんですけど、別に戻ってくんでねむくんでるわけじゃなくて、純粋に太かったわっていうお話でございました。ただね、これ足首から太ももまでがカバーできるんだって。冷え取り、むくみ取り、引き締めが叶うということで、まあまああってもいいんじゃなかろうかという感じですね。あんま締め付けの苦手っていう方やったらあれですけど、まあまあなかなか良きではなかろうかと思いますよ。はい、続きましてムック本で
ございます。はい、こちら1月28日発売となっておりまして、ビーミングバイビームスさんのショルダーバックブックということで、この時期なんだけどメッシュポケになってるよね、ポケットが。ただまあ黒かけるグレーで割とシックな感じなので、まあなかなか使いやすいのかなとは思います。本で1月30日発売となっておりまして、ネイバーフット PAM ロゴ入りバッグ&キーホルダーっていうムック本みたいです。ネイバーフットさんね、なんか読み方が分かれへんかってさ、普通に読んだらネイバーフットやねんけど、なんか間違っとったらなと思って。 PAM ってパムって読むんだって。なんかね、今ちょっとネットで調べたんですけど、まあ、なんか割とかっこいい系の、なんかあの スノーボードとかしてそうな感じのお洋服屋さんみたいな感じで、なんかパーカーとかでも3万とかぐらいしちゃうブランドみたいなんで、まあムック本出てるんやったら割とええんじゃないかなって思いますね。そのブランドを好きな方やったらなかなかお買い得ではなかろうか。はい、続きまして1月30日発売でこちら、いやあのね、ディズニーミッキーマウスビッグボストンバッグのムック本なんですけど、こちらの赤バージョンが普通のムック本で本屋さんとかそういうところで売ってる分なんですけど、こちらの色違いがこちら、こちらのねロゴがブルーのバージョンがツタヤ限定バージョンとのことです。ボストンバッグでロゴの色違いってなかなか珍しいですけども、まあでもちょこっとした旅行だったら全然問題ないやろうし、私普段のカバンもそうですけど、そういう大きいカバンも、私旅行は行かへんけど、でもボストンとかそういう大きめバッグに関しても普通にロコのやつとかね、向こうのやつ使ってますよ。全然問題ない。はい、続きましてまたムックボンです。こちら1月31日発売のファイナルファンタジーなんだね、の7ですね。セブンシリーズのスペシャルブックっていうのが発売されるみたいで、7なんかリメイク出るんやったっけ、なんかそれで多分ムックボン発売されるんかなと思うんですけど、たまにさムックでさこういうアニメキャラやったりなんかそういうイベントっぽいなんかこういうのあるよね、たまにね。まあでも割とシックな感じだからね、 FF 好きさんいかがでしょうかという感じでございますね。はい、でこちら1月31日発売になっておりまして、メイで合ってる、読み方メイで合ってますか。メイのティーウェイショルダーバッグ&ミニウォレットブックというね、ショルダーバッグとミニウォレットがついてくるんだね。でこちらファミリーマート限定商品なんだって。ファミマセンでございます。ファミマセン、なんかでもこれ可愛くないですか。なんか結局さ、私はこういうシックなさ、なんか黒にグレーになんとかみたいな感じの色合いが好きなんやなってすごい思いますけど、いやなかなか良きではなかろうか。はい、続きましてやっと雑誌に戻ってきたよ、ミニさんでございます。ミニは毎月1日発売なのですが、まあ、こちらもねいつもの通りね、関西は前日並ぶので、まあ、1月31日とか30日とかあたりまではこちらが売ってるかなっていう、2月号の付録がこんな感じでございますよ。で待って、ミニ3月号はこのような付録になっております。通常バージョンとこのセブン限定バージョンがございまして、まずは通常バージョンからご紹介していきます。これね、まあなんかご覧いただいた方からしたらね、2回目やんっていう感じなんですけど、しばしお付き合いを。ミニ3月号は2月1日発売となっておりまして、付録がですね、ミルクフェドレイディー使いにちょうどいいサイズ、外ポケット付きショルダーバッグっていうのがついてくるみたい。こんな感じやねんね。なんかさ、上に巾着がついててさ、ここのね巾着のね素材感がね、ワンちゃんあんまりカシャカシャじゃなかったらええなと思うんですけど、ゴロニャーン、みーちゃんまだね、ちょっと撮影があるんだよ、みーちゃんごめんね。まあ、こんな感じのバッグになっておりまして、これなかなか私可愛いなと思うんですが、ミルクフェドさんさ、ミニさんとコラボのことが多いよね、ほんとね。ちょっと猫がニャーニャー言いますけども、猫はちょっと後ほどということで。はい、で、こちらがセブンイレブン限定バージョンとなっておりまして、ネイルだよ。ラファーバさんもネイルがついてきたと思うのですが、その時も言いましたが、やっぱり速乾かどうかですね。普段私使ってるのがこのね、いつもね、まあ、ようご紹介してますけど、PA の、まあ、普通にショッピングモール
とかで売ってるやつですけど、めっちゃ速乾やねん。めっちゃもうほんま乾くん早いんやんか。まあそれと比べてどのくらいのね速さで乾くのかといったあたりでございますよ。ネイルはほんまね乾きが悪いとねどうしようもないやんかえ、みんなどうしてんのマジで。なんかね、あのジェルネイルにしないんですかとかコメント欄でもいただいてたんですけど、ジェルネイルはジェルネイルでさ、走行布がめんどくさいじゃない。あの削ってもらいに行かないといけないじゃない。まあ自分でもできるんですけど、ジェルネイルね、あの昔自分でやってましたけど、どっちにしろね走行布がめんどくさい。なのでね、ちょっとネイルチップをね最近考えてるんですけども、まあ、このネイルがねちょっと乾きが良ければね、こんな可愛い色が割といっぱいついてくるのでどうかなといった感じの付録でございましたよ。はい、続きましてムック本でございます。こちら同じ2月1日発売になりまして、ミニ特別編集なんよね、のミルクフェドスペシャルブックビッグポケットバックパックっていうのが、黒と赤とちょっとダブルカラーでね出るみたいなんですけども、まあの赤ロゴバージョン黒ロゴバージョンあるみたいなんで、それはまあお好きなねお色を選んでいただければと思うんですが、なんかミルクフェドさんリュックの形コロッと変わったよね。なんか外にね大きいポケットがついてるみたい。ミルクフェドさんはね割とリュック今まで私使い勝手嫌いじゃない感じ、割と使い勝手いいなと思うんですけど、新しいバージョンということでこちらもね購入して今までのとちょっと比べてみたりとかして動画にしようかなと思いますよ。はい、でまたムックでございます。2月1日発売でこちら、あのさカンゴールのさウエストバッグ、あの赤ロゴバージョンと黒ロゴバージョンみたいな感じなんですけど、これ前なかった？私前になんかねカンゴールさん一回紹介したような気するんですけど、また別バージョンかと。大人の方が使ってももちろん問題ないんですよ。ただね、例えばさあのパーカーとかさ、カンゴールのパーカーとか割と可愛いやんか。ほんでお子ちゃんとかのパーカーとかあり、カンゴールので、カンゴールのウェアにカンゴールのバッグみたいな感じで、お子ちゃんにも足してもなかなか可愛らしいんじゃなかろうか。もちろんサイズ的には多分大人が持つようなんですけど、まあなんかそんな感じでね、いろいろ付録とかムックとかもなんか自分だけじゃなくて家族分とかね、なんかそんな感じで生かすのもありかなって思ったりします。でこちらの商品なんですけども、ファミリーマート限定バージョン、ファミゲンでございますね、の商品になっておりますので、普通の本屋さんとか他のコンビニとかでは取り扱ってない商品となっております。あと続きましてこちら、こちらね2月4日発売になるんですけどね、バイヤードストームさんやん。あれ、いやあのね付録でも出るんですよ。だからあのバイヤードストーム特集組んでもいいかもしれないね。なんだけども私このデザインで前も出たんだよね、これのなんかねセブンイレブン限定バージョンだ。だから素材感とかがワンチャン微妙に違うか、私が購入したのはムックバージョンなんですけど、箱に入ってるやつねじゃなくて、セブン限定バージョンやったら多分ビニールの袋に入ってると思うねやんか。だからちょっと梱包の仕具合は違うんですけど、ただまあ中が一緒なんかとか、ほな比べるわ、ムック版とちょっと比べるわ。ほんでまだね動画にさせていただこうと思います。デザイン全く一緒やと思うねんけど、多分違うところが全然分からへん。なんか最近さ、なんかあのムック本で発売してるやつをもう一回こうコンビニ限定で発売したりとかすんの流行ってない？なんか同じやつもう一回売るみたいなねパターンなのか、ちょっと変わってるのか、ちょっとそこは定かではないので、またそれはねきっちり商品をね動画でご紹介いたしますので、そちらご覧いただけたらと思います。続きまして大人のおしゃれ手帳だよ。私今このお財布使っております。でこのバッグはねちょっとナイロンっぽいバッグやねんけど、3層バッグがなかなかね付録では珍しいということでご紹介させていただいたかと思うんですが、あこっちが通常バージョン、こっちがセブンイレブン限定バージョンね。ちょっと向き逆になりましたけど、こうですね、こうですね、こっちがセブン限定バージョンね。毎月7日発売なんですけど、まあ、2月5日ぐらいまでやったらこちらが販売されてると思います。はい、大人のおしゃれ手帳3月号でございますけど、こちらになっております。2月7日発売となっておりまして、こちらが通常バージョンだね。プレインピープル大容量便利ポケット付きショッピングトートっていうのがついてくるみたい。通常バージョンなんで本屋さんでもコンビニでも売ってるよっていうバージョンでございます。なんかねいっぱいね 大容量だで大容量だでって書いてあるので、でこのねあのサンマが入りそうなポケットもねついておりますね。長財布も入るし、これはね傘入れてるわ。なるほどね、急に雨降ってきちゃって濡れた折りたたみ傘と
かもこのサンマポケットにね、サンマが入りそうな長さのポケットに、ね、入れれますっていう感じでございます。うちポケットパンもなかなか充実していて、これ持ってる人見たらさ、割とでかくね、これ思ってたよりでかいわ、一回りでかいと思う、まあ、そんな感じのトートバッグが通常バージョンということでございます。で続きましてこちらでございますね。個性的って言ってたやつですけど、大人のおしゃれ手帳3月号のセブンイレブン限定バージョンでございます。でこちらはですね、ブランドが変わりましてタバサさんでございます。付け替え自在ポシェット&ポーチ3個セットっていうのがついてくるみたい。このね、なんかね、なかなかエスニックなお花柄なんだよね。色合い的にもちょっとレンガ色っていうか、なかなか変わった感じのデザインかなと思うんですが、こういう感じでね、なんかチャームつけてもいいし、なんかダブル持ちにしてもいいし、片っぽだけでも持てるしみたいな感じで、使い方が自在ですよっていう感じのポーチセットみたいです。使い方がいろんな使い方ができるよっていうショルダーバッグセットみたいです。3点セットだね。はい、続きまして雑誌でございますよ。お騒がせのインデッドさんでございますね。こちらのお財布よ、私あの動画でやりました、あの小銭がねちょっとあの出てきちゃうっていうね、なんかね皆さんのご意見を総括いたしましたところ、小銭が出てこないよっていう方もやっぱり一部いらっしゃいました。でもほとんどの方が小銭割とね、私も出てきたってコメントで書かれてる方多かったので、一部の方は小銭全然出ないで大丈夫だけど、割と多くの方が小銭出ちゃったんじゃないかなというこのお財布ちゃんでございますよ。デザインめちゃめちゃ可愛いだけにほんまもったいないね。皆さんね交換の手続きとかされてるみたいなんで、まだの方はお電話していただけたらと思いますよ。本誌目次のページに電話番号とか詳しく載っておりますので、そちらご参照いただけたらと思います。こちらがですね、先ほども言いました2月5日か6日かぐらいまではこちらの付録の2月号が販売されてると思うんですけども、はい、インデッドさんの次月予告はこちらでございます。こちらが3月号になっておりまして、2月7日発売となっております。こちら3パターンございまして、ちょっとねごめんね、前の動画でも見たでっていう方もねたくさんいらっしゃると思うんですけど、もう一度軽くサクッと説明させていただきます。通常バージョンがこちら、ジョンマスターオーガニック、なんか強そうな名前やねの、なんかねこういう感じでね、ドライヤーできるよーっていう穴がついたブラシでございます。どんな感じでねこの穴がね本当に髪の毛を乾かしてくれるのかいといったところでございますね。これが通常バージョンでもって、こちらがセブンイレブン限定商品になっておりまして、ジョンマスターオーガニック10ポケ付き便利なミニトートっていうのがついてくるみたい。このグレーいいですよね。なんか前も言いましたけど、これのベージュバージョンって前あったんですよ。ベージュっつうかなんていうのかな、茶色みたいなやつが別の付録で、まあブランドも違うんですけどもあったんですけども、今回ねグレーということで割とねシックに収まるので、お部屋のこういう片付け物をする場合、なんか割とウッディな感じのお家やったら、まあベージュとか茶色とかでいいと思うねんけど、割とモノトーンのお部屋とかやったらグレーバージョンなかなか良きではなかろうかと思いますよ。からのこちら、なんかね特別版っていうのがあるんだよね。さっきと同じブラシなんですが、ジョンマスターオーガニック時短ヘアブラシ&リップクリームっていうのがついてくるみたい。こちらがですね特別号なので、ちょっとどこに置いてるかってちょっとわかんないんですけど、多分ね一部書店って書いてるのでコンビニとかには置いてないんかなと思うんですけど、さっきの通常版の付録にリップクリーム、こういう感じのねリップクリームがついてるバージョンも特別版で出ますよ。まあインデッドさんは3パターン出る予定でございます。こちらが3月号2月7日発売分でございます。ちょっとひまひまのミーコがやってまいりまして、ちょっと小休憩と暇やった。ミーコ暇やわ。ミーコ今日ずっと寝とったやな。お布団とかこたつとかでずっと寝とったな。ミーコ暇やな、まだ寝れるの。はい、続きましてステディ2月号はこの付録でしたね。こちらもね毎月7日発売になっておりますので、2月5ぐらいまではこちらの付録で販売されてると思います。このクレーサス様今回大人気やったよね。ただお財布についてなんですが、一部の方がなんかね縫い目が荒かったりとかするやつに当たっちゃったんだってコメント欄で何件かあったんですけど、で交換していただくみたいな感じのコメントいただいておりましてね、で私のやつすんげえ綺麗かったんですよ。こっちもすんげえ綺麗かったんですけど、物によってはなんか糸飛びがあったりとかほつれがひどいっていうやつがあったりとかね、あとカメリアが歪んどるみたいなやつがあったみたいなんで、そのような方はあの目次ページにございますお問い合わせまでご連絡いただけたらと思いますよ。交換してもらってね、ちゃんとね、これほんま大人気やったみたいやから、ちゃんと綺麗なやつをゲットしてくださいね。はい、ステディ3月号の付録がこちら、2月7日発売となっておりまして、通常バージョン増刊バージョンございます。通常バージョンからお知らせいき
きますとですね、このようにスヌーピーだね、スヌーピー、前にムーミンじゃなくて何やったっけ、リサラーソンさんやったっけ、前こんなんついてたよね。なんかね、仕分けボックスでなんかお部屋で使うので、なんかサイズ的にちょうどいいわっていう方はいいと思うんですけど、なかなか使い勝手ないわっていう方からしたらね、ちょっとどうしようっていう感じの付録ではあるんですけど、まあでもね、これのサイズ感とかもね、大きいやつがすんげーでかいのかとか、そのあたりでございますよね。はい、でこちらセブンイレブン限定バージョン増刊号版でございますね。でこちらもスヌーピーになっておりまして、スヌーピー&フレンズの収納ポーチということです。でこれね、収納ポーチなんだけど、バニティなわけですよ。こんな感じ、バカーンって開くバニティなんですね。まあスヌーピー好きさんのお化粧グッズ入れとかさ、なんかさ、ほんまリビングもそうですけど、わけわからんもん多くない？なんかもうどこにしまっていいのかわからないものとか、あとお薬ボックスとかね、なんかそういういろんな使い方があると思うので、まあよろしければご参考でね、また動画で取り上げますので見ていただけたらと思いますよ。はい、でモノマックスちゃんでございますね。ちょっとごちゃごちゃごちゃってしてるんで、どれが付録のやつって感じだと思うんですけど、こちらはね、毎月9日発売になるんですけども、まあ2月7日か8日ぐらいまではこちらの商品で、まあ2月号が販売されてると思います。まあ、地域によってね、ほんまね、発売のね、まあ店頭に並ぶ日が違うんですよ。ほんまね、気になるやつはほんと早めにゲットしていただけたらと思いますよ。はい、でモノマックス3月号は2月7日発売となっておりまして、こちらが通常版になるんですけども、アーバンリサーチの整理ケースっていうのが通常版でついてくるみたい。これなんかね、前のあの自月予告でも言ったんですけど、男の人でもね、こういう細かいお金管理をね、きっちりきっちりする方が増えてきてるんじゃなかろうかと、まあ、そのニーズに合ってね、こういう感じでメモ帳付きっていうことで、お金がね、週ごとに管理できるよって、使いすぎないようにみたいな管理もできるマルチケースっていうのがついてくるみたいですよ。まあ、柄がね、割とこんな感じなんですけど、お好きな方はいいんじゃなかろうかと思いますよ。でこちらも増刊版ございまして、セブンイレブン限定商品っていうのがこれだ。でこれ前も自月予告の時に言いましたけど、このコインのね、そのサイズがきっちり合ってるか問題ですよ。前のやつは割ときつい緩いがあったんですよ。お金コロコロって出ちゃうやつと、うん、入らへんっていうレーンがね、存在したわけですよ。これ全く違う付録ですけど、前の時は、まあ、そのあたりがね、ちゃんとスムーズに取り出しができるのかといったあたりでございますよ。はい、そしてスイートちゃんでございますね。こちらほんのこの間動画にしたやつでございますよ。いや、私的にはね、でもなかなか良かったですよ。これもこれもなんか全然用途は違うんですけど、デカトートやし、でこれなんかちょっとボディバッグ的なショルダーバッグみたいな感じやし、用途違うんですけど、なんかね、満足した、ジルスチュアート欲をね、満たしてくれたわ。それは非常に良かったなと思うところではございますがね。はい、スイート3月号の付録がこちらになっております。2月12日発売となっておりまして、通常版限定版セブンイレブン版、2月12日発売となっておりまして、通常版とセブンイレブン限定版でございます。増刊版、はい、今回もどちらもございます。で通常版がですね、これ前も言いましたけども、この柄がね、可愛いんだよね。三浦大知さんのね、ディズニーアーティストコレクション by 大知三浦なんですけども、ね、割とね、気になるっていう方コメント欄でも多くいらっしゃったんですけど、裏地がね、赤と白のこのドットになっておりまして、割と大容量なんかと写真で見る感じでは思うんですが、これですよ。これ前も言いましたけど、これムックのポーチなんですけど、だからここが透明になっててさ、ここがコーヒーになってて、なかなか可愛らしい。後ろには鏡もついてますよっていう、こういうね、こんな感じなんですが、これマジでね、2000なんぼするんですよ。まあムック本やから、それでも安い方なんやと思うのよ。普通の商品よりムック本の方が高いはずはないやん。だから通常で売られてるやつはもっと高いんやんね。でムック本で2200円か300円か400円か、そのぐらいだと思うんですけど、なわけですよ。で今回その同じ柄でポーチがね、ついてくるということで、でもこれ通常版の付録やから、多分雑誌的には1000円ぐらいじゃないかなと思うんですね。やったらまあかなりお得かなと思う感じでございます。割とノーマルなキルティングポーチっていう感じなんですけど、割と気になりますというお声はたくさんいただいたかなという印象です。はい、そしてこちらはセブンイレブン限定バージョンなんですけど、こちらはポーチが2個ついてくるんだね。ただ間違いないポーチじゃなかろうかと思うんですが、なかなか大容量ではなかろうかと思います。なかろうかなかろうか言うてる。そしてですね、ポーチの裏地はドット柄ということで、ちゃんと裏地ついてるんだって。でそれプラスですね、オリジナル付箋っていうのもついてくるみたい。この柄がね、もうほんま可愛いやん。なんかこのだるい感じの女子可愛いなと思ってさ、なかなかこの柄が好きな方はやったらなんかいいんじゃなかろうかというセットでございますよ。こんな感じみたい。スイートさんは可愛いね、いつもね。はい、でこちら今回ね、うさぎちゃんラビットポーチだった美人百科さんでございますよ。これもね、
割とねお値段が安いんだよ。840円なんだよね。840円は雑誌からしたらそんなに安くはないよ。安くはないけど840円の雑誌でこのクオリティのポーチがついてくるっていうのはなかなかお得やなーっていうお話をさせていただいたんですけど、うさぎ年やねーって言って、全然うさぎ年に見られへんねんけどーみたいなことを動画で言いましたところ、私もうさぎ年なんですやから買おうみたいな感じでね、割と気になるっていう方が多かったこのポーチでございますね。毎月ねスイートさんが12日、美人百科さん11日ってなってるんですけど、いつも大体ね美人百科さんとスイートさんは同じ日に出るんですよ。で私その前日ぐらいには購入関西ではねしてるので、なのでこちら2月9日ぐらいまでやったら書店でゲットできるかなと思います。はい、そして美人百科3月号なんですけども、2月12日発売となっておりまして、黒子がですねこちらピコ&マーキュリーデュオのミニパドルブラシ&巾着セットっていうのがついてくるみたいです。これねコメント欄でもさ、めっちゃ可愛いペコちゃんやんみたいな感じのねコメントがすごいいっぱいいただきました。割と多かった。なんかさペコちゃんのさこの柄、このミルキーのこの柄はさもうあざといよね。これはあざとい、なんか絶対可愛いや。ほんでねバチクソ小さいんですよ。これ指やからね、バチクソ小さいんやけど、でもこれはちょっと気になるわーっていう方がね割と多くいらっしゃった付録でございますよ。ほんでマーキュリーリオさんとコラボなんだよね。やから割と商品的にはこうなんかしっかりしてそうなイメージやんか。やからなんかもうとりあえずの可愛さで、そのあざとい可愛さでちょっと買っちゃおっかなっていう方が割と増えるんじゃなかろうかという付録でございました。はい、終了。長い、長い、割と長かった。いやでもね、なんやろ、時間的にはそんなことない、分かれへんけど、でもね毎月思うんですけど、ムック本が多いわ。思ったより多かったけど、まあ、メインどころはもうほぼほぼこちらの動画で3月号に関しては終えたんじゃないかと思います。今回この動画でお知らせさせていただいたのが、1月15日からだいたい2月14日ぐらいまで発売される3月号の発売期間の雑誌たち、レディース、メンズ、そしてムックでございます。なので大体網羅できたんじゃないかと思いますよ、今回この内容でなんかもう抜けがあったら申し訳ないねんけど、ほぼほぼ多分大丈夫だと思う。多分で申し訳ないけど、まあ、こんな感じでね毎月まとめた方がいい、どう思う？まあ私のまあチャンネル登録していただくやんか。ならまあこういうまとめ動画だけ見たいねんという方はこちらだけ見ていただいて、ほんで私大体まあご紹介したやつ、まあ全部が全部じゃないんですけど、ほぼほぼまあメインどころは購入していくので、実際開けてみてこんなんでしたよっていう動画も別で出させていただくので、そちらそちらでご確認いただいて、その上で購入いただくみたいな感じでこうルーティン的にねでいただけたら、まあその買い漏れがあったりとかさ、もうそんなん発売されてんの知らんかったとかさ、割とそういうご意見もいただくので、まあ、そういうこともなくなるのかなと思いまして、今回このような動画作らせていただきました。だから動画自体は長くなっちゃったと思うねんけど、とりあえずまとまってんのがお好きな方っていうのもいらっしゃると思ったので、まあこういう形にさせていただいてね、まあ動画長い長い言われるんでね、これが長いのはさ、まあ見たいところだけご覧になられると思うから、まあ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 誰ねと思うんですけど、あと普段の動画がね、もうほんま長い長い言われんねんやんか。いやねんけど、長い動画歓迎ですっておっしゃる方もすごいたくさんね、いただいてるから、私はどうしたらええんやってすごい悩み続けて、またこんな感じでね、1ヶ月分まとまった動画を出しゃ、その辺は解決するんじゃなかろうかと、ほんとね、苦肉の策でございますよ。まあ、それで今回このような動画作らせていただきました。またね、今後もね、いろんな動画、なんかほんま雑誌付録芸人とかしておるけども、まあ雑誌付録芸人なんですけども、できればね、もうちょっとね、いろんなね、まあレビュー系でも何でもいいんですけど、なんかちょっと他の分野もね、今年は手を伸ばしたいと思ってるんだけどもね、ただ雑誌付録で忙しいんではなかなかそうもいかないわけですけども、ちょっと頑張ってね、いろんな動画出していこうかなと思いますので、よろしければそちらもご覧いただけたらと思います。ちょっと今回はね、すっごいもう喋りすぎて、ちょっと喉がね、ガラッガラになったんで、ちょっとこの辺りでということで、またね、この付録すごい気になりますとかね、なんかそういうコメントもいただけたら嬉しいし、今日こんなんやったよとか、すげえ寒かったねとか、朝起きられへんかったとかさ、なんかそういうね、もう日記状態で書いていただいたらね、コメントね、すごい嬉しいので、私がほんまニヤニヤしながら読みますから、よろしければね、そういうコメントもいただけたら嬉しいなと思います。いつもたくさんのコメント、そしてご意見もね、いただきまして、そして温かいグッドも押していただきまして、本当にありがとうございます。これうまいこと編集できるかな、分からへんけど、ちょっと頑張ってきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。